かすみみたまの現世現談チャンネル。噂のトンネル。これは私が実際に体験したお話です。私が小学生の頃、こっくりさんやトイレの花子さんなどの都市伝説、心霊系がとても流行っていました。当然テレビでは心霊系番組が人気で、夏になると各局がこぞって企画していました。その日、とある心霊番組で、実家の近くの出ると噂のトンネルがテレビに出るってことで、兄弟二人で仏間で見ることにしました。まあその番組と来たら、今の霊能者が見るとすごく怒られるようなことをしており、有名な霊能者のモノマネをしながら、トンネルの中から誰か見てますなんていう、とても考えられないことをしていました。その番組中、出演者たちがトンネルに入ろうとした時、ふと窓の方が気になり、少し隙間が空いているところを見ると、白いもやのようなものが横切りました。軽く風も吹いており、レースカーテンだったので、カーテンがなびいたのかなと気にも留めていませんでした。ですが数分後、バババババンと外から窓をカーテンが揺れるほどの力で明らかに叩く音がしました。瞬間その場は凍りました。ここは2階、しかもベランダなどの足をかけられる場所がありません。とっさに兄弟が、誰だと震えた声で言いますが、何の反応もありません。二人とも声を出せず、電気をつけたまま、夏なのに布団をかぶって汗をびっしょりかきながら寝ることにしました。その夜中、急にトイレに行きたくなり目が覚めました。トイレは1階、親の寝室を横切って階段を降り、トイレをなんとか済ますことができました。が、トイレのドアを閉めた瞬間、また白いもやが上にスーッと上がっていきました。怖がる暇もなく、逃げるように階段を上がり、急いで布団に潜りました。まもなく外からキャッキャッと 3,4 歳くらいの子供の声が複数聞こえます。明らかにおかしい、こんな夜中にいるはずがないのです。また窓が気になって見ようとしますが、今度は体が動きません。うーと声しか出ません。数分続いた後、そのまま眠りについてしまいました。考えてみれば、横切った白いもやのようなもの、窓の隙間から白い顔がこちらを覗いていたのではないかと今では思います。実はそのトンネルは子供の霊が現れるという噂があり、もしかするとふざけた番組を見ている家を一軒一軒回っていたのかもしれません。